怖い。建物を回り込んだカメラの先には勢いよく燃える炎が。付近は火の海です。昨日午後9時40分ごろ、浜松市浜北区本沢井の木造一部鉄骨平屋建ての住宅から火の手が上がりました。火は住宅と倉庫合わせて4軒を全焼、さらに隣接する住宅の壁の一部などを焼き、およそ4時間後に消し止められました。火がすごい、飛び火もすごくて、でも一気に燃えた感じ。おじいちゃんが玄関から1回出てきたんだけど、また中入ってちゃって、もう怒鳴りつけるように、もう出て、逃げろって言って。警察によりますと、火元の家には90代の母親と70代の息子が2人で住んでいましたが、火事に気づいて逃げたため、無事だったということです。警察と消防で火が出た原因を調べています。